西側の岐阜シテタワー43から見下ろす JR 岐阜駅北口ある JR 岐阜駅バスターミナル JR 岐阜駅バスターミナルは岐阜駅北口にあるバスターミナルである。大半の路線を持つ岐阜乗合自動車の停留所名は JR 岐阜であり、駅、北口やターミナルといった語が入らない。もともとは岐阜市営バスのバスターミナルであり、岐阜バスや名鉄バスは一部の路線のみの使用だった。2005年4月1日に岐阜市営バスが岐阜バスに譲渡されると、岐阜バスが全線使用できるようになった。岐阜駅北口の再開発、オムニバスタウン構想により、旧バスターミナルは閉鎖され、岐阜駅北口の駅前広場の東に新設される。2007年3月29日より、運用開始。岐阜県初のバスロケーションシステムが、岐阜市の政策もあって導入される。なお、周辺の整備は2009年9月に完成している。今まで、岐阜バスは規制で一部の路線しか JR 岐阜駅に乗り入れていなかったが、このバスターミナルにより JR を利用する県外からの訪問者が今まで市中心部発着のみの路線から全路線が乗り入れることで鉄道がない山形市方面など岐阜市外への移動が可能になった15カ所の乗降場が設置されている。降車用3カ所、乗車用12カ所で運用され、行き先方面ごとに色分けされ、わかりやすくなっている。5番乗り場には JR 東海バスが運行する東京方面ドリーム号、京都、大阪方面青春ドリーム号も発着する。2017年7月11日ダイヤ改正後の乗車位置。特記事項がない限り、すべて岐阜乗合自動車による運行路線である。もともと名鉄岐阜駅、岐阜駅のバス停は、岐阜市営バスのターミナルは、岐阜駅北口、岐阜バス、岐阜市内線及び、名鉄バスは、神田町通りの新岐阜バス停、岐阜バス郊外線は新岐阜バスセンターと、大きく3カ所に分かれていた。名鉄岐阜駅、岐阜駅周辺は、再開発が行われており、バス停は、数カ所に分散され、2007年1月時点では5カ所に分散されていた。2007年3月29日、JR 岐阜駅北口のバス乗り場の改修工事が完成。同日より、供用開始。岐阜市のオムニバスタウン構想により、バスロケーションシステムが導入され、12カ所のバス、乗降場が設置され、40路線が乗り入れる。これに伴い、名鉄岐阜バス停の長良橋通り1番乗り場6番、乗り場もバスロケーションシステムに対応したポールに、取り替えられる。また、JR 岐阜駅西バス停が廃止される。2014年11月には、バスロケーションシステムが更新された。2008年4月1日のダイヤ改正により、JR 岐阜駅南口に止まる、バス会社路線はなくなった。1.23 番乗り場は降車場。ありがとうございます。